はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、ジャンクパンクね、今回もやっていきたいと思いますけどもね。はい、前回ですね、いろいろね、なんか方向性はちょっと見えてきたかなというところで、でですね、あの後ね、一旦ここをね、すべて解体しました。ちょっともう一回やり直そうかなと思ってね。はい、ということで、早速今回もね、やっていきたいと思います。さあ、前回、いろいろとね、この辺りですね、スメルターとかね、なんやらかんやらという、で、シュレッダーとか使えそうだなーっていうのがあったんですけども、ちょっとこの辺をね、よくじっくりもう一回見ていこうということなんですが、これね、よく見たら、これシュレッダーとね、この入力シュレッダーっていうのがあるんですよね。で、これね、入力シュレッダーっていうのは、これベルトがね、接続できるみたいなんですよ。これよく見るとね、なので、これをね、ちょっと使ってみようかなということなんですね。はい。で、まずは。まずはね、ちょっとここに行きましょうか。この辺ですかね。よいしょ。来た。あ、電源の向きがあるから、これダメだな。ちょっと待てよ。ちょっともう一回やり直し。ちょっと待ってよ。もう一回行きましょうかね。これですね。あー、でもな、これ電源の向き逆になっちゃったな。これ、ベルトの向きはこの向きで合ってますもんね。しょうがないな。じゃあ、ここにこうして、そうか、電源のね、取り回しが逆か。じゃあ、これ、ここに置いちゃったけど、これもう一回やり直しか。よっしゃ。これ、パワーケーブルね、意外とね、結構長く伸びるんですよね。ちょっと待って、これファンデーションが。よしよしよし、オッケーオッケー。まあ、じっくりやっていきましょうよ。じゃあ、そうだな。ここで伸ばしますか、ちょうどね。ここのあたりになるから。この辺ですかね。ここで、じゃあ、パワーポールね、結構ね、伸びる。多分ここまで来るはず。ここでいいかな？こうしますね。で、接続で、パワーケーブル、まずね、ここのシュレッダーね、入力シュレッダーに入れるでしょ？それから、この長い距離ね、行きますよ。ここから、ビューン。めっちゃ伸びるじゃん、これ。これね、一個の材料で同じ、ね、一つの材料なんだけど。これ、あれなんだ。短くても長くても一緒なのかな？あと思ったのが、これ微妙な高さっていうのが、多分この、ちょうどこの人のね、背丈の高さなんだろうな、みたいな。もし、いや。で、ここをですね、このベルトですね、ベルトをつなぎます。はい、来た来た来た。で、これ何をやったかっていうと、ちょっとここ見てみましょうかね。入力シュレッダーですよね。で、ここで、これだな。スクラップメタルを選んでおきますと。ですよね。ちょっとこれで一回行きましょうか。で、この中に、これですね。スクラップメタル、これ入れます。来た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 。ですよね。ガンガン行ってます。そうすると、ほら、アウトプットに、スクラップシュレッドが来ましたよね。だから入力が、スクラップメタルで、これですよね。で、これです。出力がスクラップシュレッドになるから、こう言いにくいですね。スクラップとか、出力とかね。そうそう。で、これが来ますよね。よし。まずここまで OK。第一段階クリア。おお、工場になってきた。で、次に、今、スクラップシュレッドができたから、今度はですね、このね、セパレーターかな？多分これですよね。これがね、必要な気がするんだ。コンベアのね、ところがちょっと見やすいように少し距離を置いておきましょうかね。ちょっとこうしておくでしょ？で、コンベア繋がるかな？コンベア。接続で、これが、あ、来ましたね。はいはいはい。ああ、もう入ってる。で、入ってるでしょ？ちょっと待って。で、パワーポールを、パワーポール。よし、来た。これを、ここに、ちょいと、ポチッと置きますよ、と。で、
接続で、ケーブルをね、つなぎます。そして、ここもね、ここもつなぎましょうか。よいしょ。はい、来ましたね。電源来ましたね。おー、やってる。で、これがですね、今、インプットに、このスクラップシュレッドが入りましたよね。で、ここで、何を作るかっていうのがこう選べるわけですよ。で、例えば、じゃあカッパースクラップ作りましょうみたいな。ほーら、来た。そう。つまり、こうしたことによってですね、一番最初の入り口が、スクラップシュレッドですよね。一番最初なんだっけな。ここに、これ、スクラップメタルですね。スクラップメタルを入れたら、スクラップメタルが、ここでまずは粉砕されて、こうね、シュレッドに変わると。うん、これですよね。で、シュレッドに変わったものが、ここに来て、はい、カッパースクラップになるということなんですね。だから、この2台のマシン、この入力シュレッダーと、セパレーターで、ここまで来たと。ほら、カッパースクラップですよね。でね、このカッパースクラップって、確かここのね、このクラフトベンチ、作業台で、まあ、これ作れるじゃないですか。一緒ですよね。材料はスクラップメタル。だから、ここで作ったら、一回ね、粉にする必要なくって、まあ、こっからこういうふうにね、手で作れるんだけども、この作業を、まあ、自動でやろうと思うとですね、一旦ここでね、粉末砕いて、このね、粉みたいな、この状態にして、うん、このシュレッドにした後に、もう一回ね、ここで作り直すと。こういう感じですよね。ちょっと待てよ。カッパースクラップ今作ってるけど、カッパースクラップで何ができるかって話になっちゃうんだよな。カッパース、ワイヤーか。カッパースクラップ単体だけでは、っていう話になっちゃうから、まあじゃあ、一旦ここまでにしましょうかね。でね、なんかもうこの納品するものを一個ね、今回から作っていきたいから、なんか単発でできるものがいいんだよな。カッパーでしょ。これいきましょうかね。このピュアシリコンインゴットってやつね。うん。材料が汚染されたシリコンになってますね。じゃあ、ちょっとまあここの実験はですね、一旦終了にして、これ回収しましょうか。もう一回よく見よう。シリコンか。ピュアシリコンインゴットで、ピュアシリコンインゴットでしょ？ここで見ると、シリコン、あ、ないなぁ。これないですね。ここ通さなくていいのか。ということは、ちょっと待ってよ。スメルターで、汚染されたシリコンがスメルターか。ちょっとスメルター見てみましょうかね。スメルターちょっとここへじゃあ。ファンデーションの上でやると傷んじゃうから、こっちで見ましょうかね。スメルター、ここに来てスメルター。はい、来た。で、この中を見ると、なるほどね。これはあれだ。汚染されたシリコンからそのまま使えるから、汚染されたシリコン、ちょっと見に行きますか。確かね、持ってた。ん？ってことは、ピュアシリコンインゴットで楽勝ってことか？あんまり労力かからないかもしれないね。あ、これですね。これ。これか。そうか。じゃあ、今回作ったこれを使って、やる必要はないですね。ちょっともう一回よく見てみよう。まだね、ちょっとレシピとそれに対応するね、機材がね、なかなか頭に入ってないからあれなんですけどね。ですね、これこのままだ。ここに、これですよ。これを入れたら即なるってことですね。なるほど。じゃあ、これに関しては、どっかにね、なかったかな？汚染されたシリコンって。ですよね。汚染されたシリコンですよね。
汚染されたシリコンは、これエレクトロニクス。これ違うな。あれ？これで取れないか。あ、ここ取れますよね。なるほど。じゃあやっぱりね、予定変更で、せっかくね、なんですかね、シュレッダーとかなんとかっていうのを作ったから、まあ普通に、じゃあ、カッパーインゴット作りますか。ガンガンね。うん。で、カッパーインゴットはどうせですね、これたくさんいるんだよな。例えばこれでいくと、レジスターは、いりますよね。ほら、レジスターでしょ？で、コンデンサも必要でしょ？ですよね。これもモーターとか、ポンプもカッパーインゴットがみんないりますよね。だからカッパーインゴット多分めちゃくちゃいっぱい作っとかないといけないから、よし！まあ話が2点3点してますが、やはりですね、ここね、このまま行こう。カッパースクラップでカッパーインゴットにしよう。うん。よし、じゃあ、そのまま。やりましょうということでいきましょうかね。これでいいや。うん。よし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 。では、この元手となるですね、ここですね、このスクラップメタルがめちゃくちゃいっぱいいるな。うん。これ、もう在庫ないよ、多分。いろいろね、建築にも使ってるからね。ないな。カッパ、あったあった。よし、とりあえずこれでいいか。ちょっと待ってください。汚染されたなんちゃらは今使わないから置いてって、スチールスクラップもちょっと数。よし、これでいいか。じゃあね、この続きいきましょうか。今、ここで、ですね、カッパスクラップになりましたよね。で、そしたら今度は、スメルターですよね。これ。大型ギアが足りない。はい。さあ、じゃあ行きましょうかね。スメルターで、おー、これでかいな。こうですよね。よしよし、こういう向きで、もうちょっとね、直線で行きましょう。ちょっとね、コンベアがね、わかりやすいように、少し間を空けて、こうかな。おい、来たー。よしよし。じゃあ、まずはつなげていきます。ちょっとね、曲がっちゃったかもしれないけど、まあ、そこはご愛嬌ということで。おー、流れてきた。で、この中に今、はい、カッパー入りましたよね。で、来た、これだ。よし、これで、出来上がりですね。長い道のりだ。じゃあ、ここへですね、電力をね、持ってこなきゃいけないから、まあ、同じようにですね、これをね、ああ、もう今度は逆向きか。いや、いろいろとめんどくさいな、これ。なるほど。同じ向きじゃないんだ。じゃあ、まあいいや。これ、ここにしてみて。これ、どうですか？届くかな？この超ロング。これ、届いたらいいけどな。行きましょうかね。これ、届くんだろうか。これで、ビューンと。ああ、ここまでか。さすがに。ここでしたね。さすがにですね。じゃあ、中継しなきゃいけないから、どうしようかな。これ、またいじゃう？ここで。いや、でもな、またぐとあんま綺麗じゃないもんな。じゃあ、ここにですね、これを、さっきこの辺まで来ましたよね。こうして、一旦こうするでしょ？そして、こう、あ、届くか来た、届いた。よしよしよし。この距離なら届くかな。いきますね。あ、届いた？お、よしよしよし、届いた。来た。OK。で、ケーブルをここにつなぎます。さあ、どうだ？動いたか？動いてる？おー、来たー、やりましたー。カッパーインゴットまでついに来ましたね。おー、長い道のりだったな。うん。まあ、コンパクトにね、作ろうと思えば、
コンパクトに作れるんですけど、ちょっとあえてね、今回は、コンベヤがあった方がね、なんか物の流れが分かりやすいんでっていう風にしてますけどね。これじゃあ、ちょっと待ってくださいよ。これここに入れちゃって、まあ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 、まあ仮に出来上がったということを想定してね、こうして、さあ、ほら、流れてきたでしょ？流れてきて、ここで入り込んで、よしよし、やってますね、やってますね。うん。で、さらにこの先にですね、出口が必要だから、カッパインゴットね、貯めるですね。これですよ、コンテナ。スクラップメタルとラバースクラップが足りない。はーい。よっしゃ、今ね、ちょっとラバースクラップがなかったからね、取ってきました。よしよしよし。じゃあ、材料揃ったので、ここですね、ここ行きましょうか。来た。向きがこっち向きですね。どうしようかな。この辺りで行きますか。ちょっと距離をしっかり置いて。はい、これね、でかいですからね。よし、で、ここで、これですね。これ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 。あれ？あれ？あるか？来た。ちょ、待って待って待って。あれ？ちょっと何これ？なんか変なとこひっついてるんだけど。機能はしてるけどね、なんか変なとこひっついてた。ん？これあれか。判定がなんか微妙に、いろんなとこにあるな、これ。ほら。どこでもいいんじゃん、別に。よっしゃ、これで綺麗にいったかな？あ、いた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 。確かになんかさっきここちょっと気になったんだよな。ほら、これ、ちょっと待って、これね、これやり直そう。ここのね、なんかその、受け取り口っていうかね、そこにちゃんと入ってなかった気がしたんだよね、今。こうして、あ、でもここしかないな。こういう風しかできないみたいですね。よっしゃ、これで、ここに、きたー、カッパインごと。これで完成ですね。うん。で、ここにガンガン貯めていくというとこですね。はい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 。今ね、物が流れてきてない理由は、一番最初のね、出どころのですね、うん、スクラップメタルがないからってことですね。うん、機構としてはこれで大丈夫。ほら、ここにこれを入れなきゃいけないんだな。これ、まあ今入れましたよ。ちょっと今夜ですけどね。うんうん、いいね、いいね、いいね。ガンガン、お、早っ、早っ、早っ。もうガンガン来てる。めっちゃ早いじゃん。で、ここがインゴット。あ、来た来た。おー、インゴットだ。これなんか工場見学みたい。あー、すごい、来ましたね。よっしゃー。これで、カッパインゴットの流れができたんだけど、まあ、問題点はですね、ここにね、まあ、スクラップメタルをじゃあどうやって入れるかって話になっちゃいますよね。うん。ちょっとね、一旦荷物整理します。よし、じゃあね、ここに物をまあどうやって運び入れるかって話を、の可能性をちょっと探りに行きましょうかね。今ね、ちょうどこの近くに、ここにですね、スクラップジャンクがあるんですよね。これ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 。うん。ここに結構ありますよね、これね。うん、これこれこれ。だから、あ、これまずい。やっちゃった？やば。ちょっと待って、これ。アリ地獄に。アリ地獄に。おーい。アリ地獄か？助けてー。やば、出れないじゃん。ちょっと面倒なことになっちゃったな。これ。あ、材料もない。よし、ちょっとここ、解体するか。ここのね、スクラップジャンクを、まあ、こんな風に手でね、解体して、で、こう手に入るじゃないですか。で、それを、向こうに手動で運ぶ。まあ、それ、一番確実ですよね、多分ね。うん。なんだけど、あー、まだ、あ、まだ、あ、来た来た。危なー。あり地獄だった、今んとこ。こうですよね。そう。で、そうするか、ここにですね、ここで行くか。あの例のブツを。これですよ、これですよ、これですよ。これね。これをですね、ちょっと待って。ここか。この向き？この向き？
た。ただここから向こうまでこれコンベヤ届くかいって話なんだよな。電源はまあ別にどうにでもなるとして、コンベヤがどうなるんだろう。コンベヤ、ちょっと待って、ラバースクラップがないな。ラバーね、そこにあるから取りに行こう。コンベヤを向こうまで引っ張れるなら、ちょっとやってもいいかなって感じですね。ちょっとラバー取っちゃいます。よーし、ラバー取ってきた。どうですかね。これね、この長さがどれぐらい有効なのかをちょっと見てみたいな。どれぐらい伸びるんだろう。もう結構伸びるね。あ、これ、ここまでか。いや、でも結構伸びますね。これ、こうするでしょ？これ、あ、続きできるんだ。あ、いいね、これは。はい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 。あ、じゃあこれ可能性あるぞ。これもうサティスファクトリーですね。ちょっと待って、これ、ほらほらほら、ビューンと。あ、でもね、これここまでしかいけない。材料はないか？そんなことはないな。ちょっと無理やり持ってっちゃいます、上まで。これリフトみたいなのないから、どうなるんだろう。よし、ちょっと待って。そうなったら、こっちの出口からちゃんと見た方がいいから、ここからね、やってみよう、やってみよう。え？これすごいじゃん、これね。あ、これダメか。ここ反応しないな。まあいいや、でもここに持ってきたいから、こういうのをね、まあこれはでもあれか、別に合流と分岐だから必要ないか。ここですね、ここに持ってこればいいんだよな、ここね。ここか、よし、ここですね。じゃあ、ちょっと待ってよ。いけるかな？あ、来た。こうなるでしょ？これめっちゃ可能性あるぞ。で、ここの上に持ってこれるかどうか。あ、来た来た来た、持ってこれますね。ちょっとカーブが急すぎるけど、ちょっと急すぎるな。この少しこうやりますか。こうしてこうするか。おお、来た。で、これを最後ここに入る。おっしゃ、つながった。来ましたね。じゃあ、あとは電源だけか。電源もこれこっちから引っ張っちゃう。いや、これね、電源ね、あれですね、多分向こうでこれ1個使った方が早いな。スクラップ、小型ギア、小型ギア、材料ある。よしよし、そうしよう。よし、これね、ちょっとここで、どうせね、あれなんですよ。多分ここのね、スクラップを全部削り切っちゃったら、もうここ多分撤去するから、まあ、ベルトコンベヤもね。だから、まあ、まあ、とりあえずここでいいや。うん。それで、接続で、こうですね。はい、来た。おー、来た。これですよ。これ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 。この形だ。ちょっと待って。で、これのね、この、よし、この大砲をね、どうしようかな。もうちょっと下にしといて、ここで、オート行くか。ウィーンとね、こうね。よし、来た。あ、危ない危ない。ちょっと左側が危ないけど。うん、これでいいっしょ。やってるやってるやってる。ちょっと待って。うん、入ってます入ってます。72とかめっちゃ入ってる入ってる。きたー、これだー。ただね、ちょっと立ち入り禁止でね、危ないからね。うん。で、まあ、ちょいちょいね、ここに来て、この角度変えればいいですよね。いやー、これなんだよ、これこれ。これがね、待ち望んでいた形。うん、こっから始まって、ね、で、こう行きますね。ちょっとこれ一緒についていきましょうよ、これ。ほらほらほら。おー、いいね、いいね。この上乗れるか。お、来た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 。下下下下って言ってる。はいはいはい。これがね、ガン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 行きます行きます。はい、流れていきます流れていきます。
そしてこの中に入ります。そして流されていきます。はい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 、シュレッドができてます。そしてシュレッドがカッパースクラップに変わる。そしてカッパースクラップができたんじゃないですか、これ。ついに来ましたね、ついに来ましたね。ちょっとこの上から見てみましょうよ。いや、小さな一歩ですけどね、大きな前進。まああんま綺麗じゃないですけどね、こうやって見ると。うん、でもまあ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 、うん、そうですね。まあなんだろうな、もうちょっとこうね、綺麗にやりたいじゃやりたいんだけど、まあそれについてはね、まあ仕方ないかなって感じ。うん、まあまだね、いろいろと、まあそう考えるとね、サティスファクトリーはね、なんかめちゃくちゃそういう点でも操作性も含めてね、うん、ものすごいよくできたゲームだなってのは分かりますね。まあただね、別にどのゲームがいいゲーム悪いゲームって話じゃなくって、うん、このゲームにはこのゲームの良さがきっとあると思うからね。はい、だからまあこれはこれでね、いいんじゃないですかね。やったー、できましたね。はい、まあじゃあこんなとこじゃないでしょうかね。はい、というわけでございましてね、今回はね、無事ちょっとなんか工場っぽいような感じにすることができましたね。カッパーインゴットまでできたと。うん、そしてね、レーザーも使ってっていうね、レーザーのところから、まあ、素材を集めてっていう、この流れがね、こういうちょっとモデルが1個できたんじゃないかなというとこですね。やってるやつ、ああ、もう全然もうなくなってきちゃったな、あそこな。うん。ただね、まあ、これは前から思ってるんですけど、レーザーね、取り尽くしちゃったら、まあ、また場所のを変えたり、角度変えたりって、ちょっといろいろしなきゃいけないんでね。まあ、そのあたりだけがあれかな。検討すべき点ですね。いやー、でもね、これすごいすごい、ほら。めっちゃ流れてきてる、ベルトコンベヤで。うん。いいっすね。いや、いいな。この上に乗れるかな。おー。いいね、いいね、いいね。来てる、来てる、来てる。ね。はい。こんな風でね。まあ、工場系で、ちょっとそういう風なね、意識で遊ぶのも面白いですし、まあ、何度も言ってるようにね、うん、なんかお片付けっていうかね、スクラップをね、綺麗に、全部ね、綺麗にしてっちゃうっていう、まあ、そういう風でも面白いんじゃないかなと思います。あ、もうなくなっちゃいましたね。向こうがね、切れちゃいましたね。はい。というわけでございましてね、じゃあ今回はここまでとなります。じゃあね、また次回もね、なんかいろいろとやっていきたいと思いますんでね。はい、また、じゃあそれでは次回の動画でお会いしましょう。